こんにちは、ケンチです。山本です。ついに、はい、虫釣りハウスが完成したということで、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はルームツアーの方やっていきたいと思います。はい、早速見ていきましょう。お願いします。はい、エントランスから見ていきましょう。はい、この辺は僕らのトレーナーパーカーやら、今出してるアパレルたちをこうディスプレイして、なんかね、来客が来た人がすぐ見れるように、ここでは買えないんですけどね。はい、ルームズでも今、はい、来てます。いや、かっこいいね。これも新作、ちょっとしか作ってない、反転とか。反転、これめちゃくちゃいいんだよね。ね、超暖かい。キャンプ用反転です。これを着て、おでんをつつくと。いいねー、やりたいねー。やりたいねー。奥見ていきましょう。はい。いっぱいお花。お花をいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ムームさんからもいただいてますね。ああ、ムームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まだ知らない。まだ知らない。ああ、危なかった。ちょっと映っちゃった。こっちが、まあ、クリスマスってことで。ケンチ君が買ってきたツリー。はい、コストコでちょっと買ってきたやつですね。オーナメントが松本さん。そう。ヒデト。松本ヒデトでございます。いやー、なんでここにあるんだろうね。こっち、僕らが作ってる商品を今ディスプレイさせてもらってて。物も入ってんのこれ。あ、入ってるね。色入ってるね。これもまだ出てない、パイントグラスケース。もうすぐ出るかな。そうですね。で、こっちにはあれだね、呪物とか、パーカーで、これがスキスキロンティー、ロンティーのパッケージですね。これかわいいよね。そう、ネオンでね。で、こっちはお酒マンの T シャツ、あとはキッズですね。キッズ、こっちにもお花をいただいております。おります。こちらがヒルズフィールドのLED ネオン、めちゃくちゃピカピカですよ。ちょっと今ね、光を抑えたんだけど、結構生で見ると、ね、まあまあ昼までちょうどいいぐらいの明るさだもんね。そうだね、存在感が結構バリバリあるヒルズフィールドのネオンを飾らせてもらってます。はい。で、こっちがシャコ、と、まあ、荷物置きなんですけど、まずはギャレージですね。ギャレージですね。やっと片付いたね。いや、本当でもうごちゃごちゃで。まだゴミがね、この手前にあるやつはちょっと、そうですね、捨てるやつがあるんですけど。で、こっちは主にどういうものを置いてるんですか。左からイベント用の道具とか、あとは下に伝説の出た本当のサンプルですね。サンプル、これめちゃくちゃ面白いから、私もまた紹介したいです。また紹介しましょう。歴史が結構詰まってるんで、これまた今後紹介していきます。で、そしてこれが普段僕らがメインで使ってるプロボックスですね。いいよね、プロボックス、最高です。このね、キャリアつけたけど、ほぼほぼ使ってないよ。これつけたらなんかファー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 言うようになって、80キロぐらい超えると風切り音がすごい。すごいのよ。この中に荷物を入れて運んでおります。そしてこれはちょっと紹介お願いします。はい、こちらはあのタンドラの2022というで、グレードが1794エディション。1794エディション、どういう特色があるんですか。1794っていうのが、あのタンドラを作ってる場所がもともと農場があったみたいで、そこの農場が1794年に始まったとか、始まらないとか。始まらないけど、これあんまりまだ紹介をしてないので、まあ、後日こちらの方も紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあ次は中見ていきましょう。いきましょう。気をつけてくださいね。はい、びっくりしますよ。よろしくお願いします。事務所ですからね。はい、じゃあどうぞ。言うてもね、事務所だからね。おい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 、エッチな感じに仕上がってますね。エッチですね。壁
これは古材を使ってるんでしたっけ。そう、足場板の古材を使用していて、でペンキを撒き散らしてあります。もともとあった壁を生かして、シャオンシート、そう、シャオンのシート、防音シートして、防音ボード2枚入れて、その上にこの足場板の小材を1枚ずつ貼っていただいております。いやー、エッチですね。こっちも行っちゃいますか。はい、行っちゃいましょう。キャンパイヘイジーの缶を見たことある人は、回してもらうと分かるんですけど、甲冑の横にあるホップとホップに剣が刺さってるっていう、これもヒロットンさんに描いていただいた原画ですね、こちらはこれに色を乗せて今キャンパイヘイジーの缶に乗っているっていう、そうですね。そうそうそう、まあ、ホップの香りがすごいからナイフでちょっとジューシーな感じを表現してもらったような絵になっております。かっこいいですね。でその手前に鎮座しているのはこれですか。はい、こっちはバー用のスタンディングテーブルなのかな、多分、バー用のスタンディングテーブル、まあここで酒、あ違う違う、ここでなんかこうパソコンパソコンにして僕ら一周ここでやったりとか、そうですね、結構ね、立ちながら仕事するとあれなかなかなかったんですけど、集中できる。そうだね、立ってると他のことをできなくなるっていうのもあるから、結構立ち仕事をするのにもちょうど高さもいいし、で夜になったら電気ちょっと暗くして、そこら辺でウイスキーコロコロしたらもう浦島太郎ですよ。何言ってるか分かんないそれが2台、そう、来客が来てもね、ここでこうやって喋ってる人もいて、こういう感じで結構使い勝手がいいって僕大好きですねこれ、で近くにね、この後紹介するバーの椅子、カウンターの椅子を置いて編集だったりとか、まあ、そういった作業をするように使っております、で、次にエントランスでもあったこの黒い壁なんですけど、このクロスと呼ばれる壁紙ではないんですよね。そう、あ、ザラついてます、ジョリーパッドと呼ばれる左官仕上げの壁になっております。これも職人さんに塗ってもらって、あ、左官でこうですね、結構近くで見ると陰影がはっきりするから、見えるかな、お分かりいただけますでしょうか。こんな感じで左官の質感が出てる壁になっております。でこのドリパッド仕上げの壁を越えていく先にあるものは、僕らの結構スタメンでもある、キャンプ用品たちを置いておりますね。はい、ちょっと軽く見ていきたいと思います。サップですね、の2種類あって、そういうスティックさんと、ピークス5のサップが、どっちもタンデムと呼ばれる2人乗りのやつなのかな、ヤロードームでこれに夏は乗って奥に行って黄昏れた話をするわけですね。いいよね、サップ結構でかいけどね。次ちょっと下から見ていくと、ストーブが置いてありますね。ありますね。こっちがコロナストーブ。そう、コロナストーブをちょっと塗ってもらって、ちょっと特殊な色になってるものが一つと、これがネーバーフット、ネーバーフットのトヨトミストーブコラボの、隣が、こっちも豊臣のストーブで、豊臣のストーブなんていうのかはちょっと分かんないですけど出力でいうとこの2つが結構強くて、両端ですね、でこっちは小さいんだけど、まあ、その分持ち運びも便利だし、まあ、レインボーストーブっていって結構綺麗に光ったりするようなストーブですね、で2メータードームノース、アスガルド、ノルディスク、本当はそこにもう1枚真ん中に板が来るんですけど、ちょっとまだ届いてないような状態なんで、ちょっとごちゃごちゃしちゃってるんですけど、あとは下にトロイ、そう、フェクオですね、フェクオがあって、まあ、下に焚き火台、レンジャーと上にウェーバー、ウェーバー、そして下にノマドビュー L、そうですね、インナーウェルのノマドビューか、
みんなアベルのノマドビュー、うん、あとはイエティのバケツとバケツハードクーラーがありますね、うん、でその上に来ると何ですかこれは先生いいですかちょっと、はい、なんとこれマッカランのリフレクションマッカランのリフレクションリフレクションリフレクションってどういう意味ですか知りませんはいありがとうございますこれなんと、うん、マカランですあっちゃヘッチですねヘッチですねこれは新潟のキャンプ仲間のマサさんからいただいた、はい、飲みかけのリフレクションリフレクション、はい、ちょっとペロッとしたけどめちゃくちゃ美味しかったですね、うん、麦茶じゃなかったですか麦茶じゃなかったです ありがとうございます本物ですで次あこれはアルマンドですか開けれるのかなこれ開けていいですか、うん、ああ何やこれヤマト君の原型おい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 僕の誕生日パーティーをしてくれた時に、うん、あのうちのデザインとかをやってくれてる奈緒君にプレゼントしていただいたヤマト君の元だいぶ出たねだいぶ出たねこれ一匹じゃないんだねすごいねアルマンドも飲んだんだっけこれいや飲んでなくてその中にそれが入ってでこっちが犬の虫釣りの、うん、10万人突破した時にもらった、うん、銀の盾ですね、うん、でその隣にある絵はヒロットンさんの絵ですねこれは、うん、何ですか原宿のビームスで個展をヒロットンがやってる時に遊びに行かせていただいてそこで購入させていただいた絵ですね近くで見ると全部ネズミ、うん、遠くで見るとドクロですね、うんまあ、ヒロットンといえばドクロ、うん、僕らヒロットンさん大ファンになるんで、はい、その仕事させてもらって光栄ですね、うん、ありがとうございま す, いますそして、まあ、いろいろ上を見ていくと、うん、初期型の焚き火台のフリーザ、ねうん、これすごくちっちゃいんだよねちっちゃいよねそう初めて作ったやつだから、うん、だいぶ今の出しているのよりも一回り二回り小さい、うん、足の形状も違うと違う、うん、ここら辺もまたあの今後ね、うん、フリーザーストーリーをお伝えできるお伝えできればいいかなと思います、はい、アイアンラックを組んでいただいて、うん、そこにギアを置きつつうん、展示をしております、うん、じゃあちょっと左また戻っていきたいと思いますけどもこちらも行ってみましょうかはいこのお酒マン IPA の、まあ、僕らが地元オブ地元の南昌ビアさんと作ってるお酒マン IPA ってビールが、うん、皆さんご存知かどうか分かんないですけどそれの原画です原画ですねすごいなよこれもちなみにお酒マンっていうのは僕娘が2人いるんですけども、うん、根本くんお酒ばっか飲んでてお酒マンだーって言った2年前から始まりましたそうね、ふもとっぱらにね健一家族と、うん、プラスなぜか俺一人でついていくっていう時に、うん、お酒マンが誕生したっていうはいそう、そんなストーリーのある絵から僕たちの生まれ育った故郷で作っているビールのラベルになっております、うん、はいじゃあ次こちらに回ってくると、はい、ここが会議スペースなんですかね主にそうですねそこでいろんな来客の方とか来たりするんで、うん、そこでちょっとお話をするとか、うん、まあ飲む場所ですかね事務所ですよね事務所です事務所です椅子はこれは何ちゅう椅子ですかこれはお酒を飲む椅子ですねお酒を飲む椅子はいこれ一人掛けの椅子と、うんうんそれが三脚用意されていて、うん、であとは左側3人掛けのソファーがこれめちゃくちゃいいよねそう飲み終わった後にそこで寝るともう勝ちが確定するっていうねえちょうどいいんで俺結構高めの枕が好きだから、うんうんうん、絶妙な感じでこのちょうどねそうそうそう肘掛けのそう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 これは何ていうこれは、うん、結構いい感じのテーブルを作っていただいたんですけども、うんうんうん、実はこれ中身はコンパネ24ミリのコンパネが入っていて、うん、その上にモルテックスっていう、うん、ちょっとモルタル風な見た目なんですけど水を弾いていけるようなテーブルを作っていただいた、うん、でこちらが、はい、キャンパイヘイジーの本来の原画
キャンパイヘイジというのは僕らが作ってるリパブリューさんとコラボさせてもらってる、はい、リパブリュー×ヒルズフィールドのヘイジ IPA のビール でこちらよく見ると、はい、でいつも、出してるビールとは間違い探しができるんですけど、はい、見てください。なんかちょっと、うん、口元のあたりがそうなんです。こっち甲冑、西洋甲冑の口元、うん、ビール飲んでますよ。頭にビールくっつけてバカ野郎ですね。この絵もめちゃくちゃかっこいいよね。で左側にあるのがさっきのナイフホップ、うんうんうん、でこっちを見ると口元がこれホップステップジャンプありがとうございますでこちらどういうものでしょう。そうですね、最初に書いてもらって、うん、まあ、ホップを表現してもらうためにこのホップを顔に書いてもらったんですけど、うん、リパブリューさんのアイコン、うん、ロゴが西洋甲冑だったんで、まあ、そこはちょっと西洋甲冑で行こうと、うん、いうことになって、まあ、幻の原画というか、うんうん、それがこちらの絵になっております。こちらもヒロットンさんに描いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この上にあるのが、はい、マリンランプという電気なんですけども、これが1、2、3、4、5と並んでいるわけですね、うん、でこれ本当はあの銀色で結構メッキみたいな感じでキンキラキンだったんですけど、うん、エイジング姉さんという方がいて、そのエイジング姉さんに黒く塗ってもらった上にサビを書いてもらってる。うーん、もう何十年何百年も使ってるようなランプに見えるよね。それでいうとこっちのテーブルの上にあるコンプトンライトっていうのかな、うん、コンプトンライト、うん、この内側も本来新品なんですけどサビを全部姉さんに書いてもらってますね。芸が細かすぎるよね。でそしてこちら左側、うん、まあ、正面だね、エントランス入って正面にあるものが、うん、レンガですね。そう、さっきのアイアンがあったあっちもレンガを1枚ずつ職人さんに貼っていただいているんですけども、うんうんうん、これも全部レンガ、本物のレンガが1枚ずつ貼ってあって、その間をネジを詰めてもらっているわけですね。そうそうそう、なんかケーキのなんかホイップ絞るやつみたいなのに、はいはいはい、ムニムニ入れてましたね。へー、うん、で、うん、その上にあるのがモルタルですね。あ、これそう、うん、モルタルでガト、うん、この上を塗ってもらって、うん、さらにこの作ったばっかだけどサビの垂れてるんですか、うん、雨が降ってね、うんうんうん、サビが垂れてるような表現をエイジング姉さんにやっていただいております。これはなんかテーマがあるんですか。そう、この今回の事務所のテーマが、うん、ニューヨークのブルックリンスタイルというところで、うんうん、まあ、ニューヨークとかブルックリンはなんかあんまり新築を建てないらしいんですよね、うん、リフォームをして使っていくような文化があるらしいんですけども、うんうん、結構レンガの作りの場所が多くて、その上に一面全部モルタルで塗って壁を作るんだけど、うんうん、それが経年変化、経年劣化っていうのかな、うん、で剥がれてきたっていうのを表現してもらってるから部分的にモルタルが残ってるというような感じになってますね。ちょっとここら辺にねこうやって座ってても映えそうだよね。そうだねもうどこでも映えちゃうと。映えちゃう。で上にある電気も全部エイジングしてちょっとサビを表現していただいてます。うんうんうん、うん、素敵だね。うん、どこから映しても、まあ、こうスタジオとしてもね今後そうだね使っていく予定なんで、じゃちょっと奥の方に進んでいきたいと思うんですけども、はい、おなんだこれはバナナですね。バナナですね。これなんですか。生じゃないっすね。生じゃない、すごい超バナナだけど、これなんですか。それはドアストッパーでございます。なるほどね。開けていいですか。はい。ここでね当たらないように。その壁に当たらないように。はい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 。バナナがドアストッパーの役を果たしてくれていると。素敵。ということです。左側の。行っちゃいましょうか。エッチですね。エッチですね。じゃあちょっと中に入っていただいて。いいですか。脱いでいいですか。はい。シャワールームですね。シャワールーム。結構キャンプで帰ってきて。うん。
で汗、特に夏とか、うん、汗かいてるとか、うん、キャンプで風呂に入れなかったとかっていうこともあるんで、うんうん、まあ、ここで僕らもそうだし、うん、まあ、来てくれた人とか、うん、まあ、そういった方がシャワーを浴びる部屋になっております、うん、それにしてもエッチすぎでしょ。ボート君が落としたのは金色のシャワーですか。これ僕は銀ですけどこれ金ですね。シャワーのちょっと黒と金ということで、うん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 、オールテックスに映える色、うんうん、シャンプー、リンス、ボディソープ、そう、ディスペンサーですね、うんうん、下からチュッチュッとやれば出てくるような。これですか。そういうことです。なるほど。トゥーフィンガーですシャワーありがたい。結構水使ってくれるね。水使ってくれる、うん、でこっちにお手洗い、はい、洗面所がついてて、うんうんうん、黒を基調としてるのね。そうですね、うんうん、このスあヤブカラスティックをヤブカラスティックヤブカラスティックこっちもいっちゃいますか。はい、おい、お手洗いですね。手洗いですね。小便器と大便器を用意させていただいたんですけども、うん、やはり我々男性諸君としては、うん、立ってしたい。小便器いいよね。そう、本当にね、これはどうしてもつけたかったっていうので、うん、つけていただいたものになってます、うん、こちらお酒マン IPA のラフ画の原画。そうですね、うん、一番最初に書いてもらったものになるんですかね。いろいろ僕らがこう要望を出して、うんうん、それにバチとハマる絵をヒロットンさんに書いてもらって、うん、であれをブラッシュアップしてさっきの原画になってって色付けしていくだったりですね、うん、で隣に同じこれヒルズメンバーで、うんうん、これみっちゃん、あーバカですねでこちらがよいしょ、おここもキャンプ用品置き場パントリーの位置付けになってる、うんうん、ダウンライトをつけて、うん、で足場を組んでもらって、ガチガチのあの足場だよねきっと。そう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 本当に工事現場の足場を組んでもらって、うん、それを棚として、うん、利用していただいております。うんうんうん、この辺とか寝袋とかメインの部分に置いといて、あんまりなんかかっこよくないものをこっちに入れたりとか、うんうんうん、まあ、ちょっとしたもの、うんうん、ストックヤードとして利用しているような部屋になっております。はい、ああ、寝てましたねちょっとちっちゃい 2.7 僕らがよく飲んでるやつとはちょっと違う。なるほどね、市販の業務用じゃないやつですね。2年ぐらい熟成させるとあの大きさになるんだよね成長するんだ、ね、成長するでこちらが冷蔵庫、上が普通の冷蔵で下2枚は全部冷凍庫になってます、うん、ちょっと上だけ軽く中を見てみようか。はい、こちらが中身はほぼ酒ですね。酒と調味料しか入ってないですね飲みかけのコーラと、うーん、あぶねー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 、結構お酒をいただくことが多いので、そうだね、いっぱいお酒がこの中に眠っております、うん、ここ以外にも日本酒いっぱいあるもんね、うん、ウイスキーもそうだし、そうですね、うん、でこちらがキツチン、キツチンですね、キツチンとなっておるんですけども、はい、バーカウンター式になってるんですね。うんうん、そっちに座って、うん、何をするんですかそこで。ここで基本編集そうですよね、はい、酒飲んだりはします。そしてその下にあるものはトタンですね。だいぶこれはなんか置き場から拾ってきたやつですか。そう、これもまた実は新品のトタン、シグマのねトタンなんですけど、うん、みんなでハンマーで引っ叩いたりして傷がめちゃくちゃついてる。そう、うん、でその上にまたエイジング姉さんがこれ全部筆で描いてるんだよね筆なんだこれ。サラサラだもん、ザラザラじゃないもん。で、あれなんかなんだ出た誰だこれ。いますねこれは僕らヒルズフィールドのアンダーシですね。アンダーシですね。アンダーシこんなとこにいたんですね今日。そうですね、ちょっと
なんか休みをもらうなんて言ってたんですけど、冷てえじゃんの顔でね、俺冷てえじゃんラベルですねいつも仲良くしてもらってるコカイロさんが、はい、特別にラベルを僕とケインチとみっちゃんと、うん、アンダーさんラベルを作ってもらって、うん、それのアンダーさん冷てえじゃん仕様ですね。はい、バーですね、なんか分かんないですけど。そうですね、多分仕事をする場所だとは聞いてます、はい、こっちから見るとこんな感じですね。うんうんうん、ポイントポイント、ここにもうちょっとしたシンクっていうんですかね。シンクがあって、これなんですかね、なんでしょうね。これはプロペラですかね。うん、ちょっとやってみていいですか。はい、ちょうどここにお酒ワングラスがあるんで、うん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 、これをあちゃー、洗えるんです。あちゃー、これ超いいよ ね。グラスリンスって呼ばれるグラスリンス、うんうんうん、やつみたいですね。ビール飲む前にまずはそれでグラスを濡らしてホコリやってとかを取って、うん、あとは飲んだ後も結構あのエンジェルリングっていうのかな、あ、泡のね、そうグラスに泡の層がついていくのをあれで一回バーって洗って、うん、でもう一回新品のビールを飲むと。あれ、ここ事務所ですよね。事務所です。ありがとうございます。このでかいのもいけるんですか。あ、どうですかね。それマースグラスと呼ばれるリパブリューのマースグラスですね。1リットル入るんだっけこれ。ね、アホですよね。この会社アホですね。あ、いけちゃうだよ。いけなくない。いけなくない。いけちゃうだよ。これがあるっちゅうことは何なんですかね。どういうこと。そういうことですね。なんか熱を感じるんですけども。はい。何ですかね。これは。鉄板ですね。鉄板ですね。お腹減るかなと思って、はい、業務用の鉄板をここに入れさせていただいて、うんうん、まあ、これね、やっぱお腹減ったらお肉焼いたり、うん、餃子焼いたりお好み焼き焼きそば、まあ、そういうなんかお弁当を食べる場所ですね。まあ、お弁当ですね。そうそう、前に座ってバーじゃないわ、カウンターに座ってこんな感じの、ちょっと今ちょうどねこの後なんか食べたいなと思って、うん、今150度まで上げてます、うん、200後半か300くらいまで上がるのかな、うんうん、もう今でも結構、ね、熱気があって、そうそう、寒かったらそこで暖を取る電気代食うね。電気代食いますね、うん、ベンチでは、いやね、ベンチが暑すぎる。ベンチがだいぶ温まってますね。温まってますね、うん、ちょっと入りきらなかった。本当はね、冷蔵庫とかに置きたいんですけど、なかなか入らないんで。そう、この本当はあの裏、うん、これがカウンターの裏には重機が入って、うん、ちょっとバーみたいにお酒を間接照明で飾ろうかなという計画があるんですけど、それがまだ届いていないので、うん、今ちょっと下に置かせていただいております、うんうんうん、こちら見るとこんな感じで来てるシンクがあって、うん、鉄板があって、おい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 、怖い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 、これは何ですか。おそらくですけど、はい、サーバーです。サーバー、サーバーかな、わかんないよ。あ、ウォーターサーバー、ウォーターサーバーかもしれないです、はい、ちょっと中身確認してもいいですか。お願いします。いいんですかね。いいんですか。いいんです。おい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 、ここで洗ってホコリを取って、はい、こっちで水で洗って水を飲むっていうね。そうだね。一回出しますね。はい。おい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 、なんだこりゃ。エナジーを感じますね。なんじゃ、おい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 。なんじゃこりゃ。仕事中よ。ちょっと待って。1リットル多い。多い。長い。わかんない、なんだこれ、わかんない、まだわかんないね、うん、蜂蜜フミさんだね。仕事中なんですけど、はい、ちょっとテイストしてみていいですか、うん、なんだこれ。いただきます。はい、ビールだこれうわ、ビールだ。ビールですか。しかも多分ですけど、はい、キャンパイヘイジーだよね。キャンパイヘイジー、おい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 。このサーバーの下にあるのは星崎さんって書いてますね。星崎さん家かもしれないですね。あ、まあ、確かにね、
この中でちょっと暮らしているのかもしれない、うん、暮らしているのかもしれない。見てみましょう、はい、お願いします。うわリパブリューの樽入ってる。樽入ってますねこれは、うん、キンキンに入れます。キンキンに入れます。これはビールでした。ビールですか。いやここ事務所ですよね。バーです。バーが出来上がってますね。キンキンに入れたビールを飲むと。飲む、はい、鉄板で焼くと、うん、うわしながら編集だったり、うん、まあいろいろここでなんかね紹介の撮影とかもできたらなって思いますね、うん、はい。くわーこれはキョイキョボイ。事務所が出来上がりました。キョボイ。お先に飲みます。ここでいろいろ皆さん撮影していきたいと思いますので、今後ともまた我々伊豆の道尻をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。うまっ。結構来るね。